なんだか久しぶり、ここに来るのって。ううん、そういうわけじゃないんだけど、なんとなく学校の帰り以外に遊びに出ることなんてなかったから。何？藤井君。ごめんなさい。つい見入っちゃって。もうそんな時期なんだ。あっという間だったね。今年のクリスマス、みんなどうなるのかな？何？藤井君。今年もパーティーするんだ。そんな、どうしたの、藤井君。そんなこと返事できるわけないじゃない。私、なんて言ったらいいのかわからない。答えられるわけないじゃない。私、わからない。どう答えたらいいの？嬉しいの？私、
すごくすごく嬉しいの。こんなに、こんなに嬉しいの。藤井君のこと、好きで、こんなに、こんなに大好きで、すごく、すごく喜んでるの。私、最低、ここで、私、藤井君に入って、行っちゃいそうなの。ゆきちゃんを、裏切りそうなの。だから。そんな顔、しないで。いいの。もういいよ。わかった。私、今年家族とクリスマス過ごすことにしてたんだ。だから、誰とも一緒に過ごすつもりはなかったんだ。でも、わかった。私、藤井君のところ、行くね。ちょっとだけしか会えないと思うけど、それでも。じゃあ、私。